ますベイサイドライブホールというところで月に1回定期ライブを行っていたり、あと個人としてはタレントとしても活動しております。今月は5月19日に定期ライブを行いますので、ぜひ遊びに来てください。そして初めてお会いした方、ぜひぜひリラという名前だけでも覚えて帰っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは残り2曲聴いてください。それでは聴いてください。